7度がこれは太陽の太陽の度数なんですけれども、ここの説明聞く前に自分のお仕事とですとかね、その人生の目標っていうか、一言で言うならどんなイメージでありますか。一言では言いづらいとは思うね。すごい質問ハードすぎるけど。なんか何ですかね。太陽っていうとね、やっぱりね、お仕事の取り組みのスタイルとして出てきたりとか、なんだろうな、人生目標みたいな形で現れる人も多いですね。人生目標が、自分が楽しく、場所でもいい仕事ができればと思っているので、日本に限らず、地域も限らず、っていう思いはずっとあります。今は東京に住んでますが、東京を目指して東京に来たことは全くないので、中継地点でしかないって感じなのかな。で、常に思っても東京は長いですけどね。で、常に楽しく地域にこだわらずお仕事できればっていうのがなんかテーマになってるってことですね。そうですね。なんか仕事ありきなんでしょうけど、仕事の前方が、その仕事は青場所だったり、人がそこにいるんであれば、そこにいますよっていう感じがする、逆に。あ、自分に合う人がいればそこに行くんだけどみたいな。そうですね。そこへ行くと。逆にだから東京で仕事がしたいというわけが。なんだ。じゃあそういう太さんが、持ってる度数がそれにドンピシャに当てはまるかどうかちょっと見てみたいと思うんですけれども、逆に私の方がハードル上がってますよ。そうですね。まだここ第二レベル、情緒的文化的を育んでいく場所にあるんですけれども、7度は今度はこれなんていうのか、入れ食い、入れ食いでいいです。入れ食いでいいの。嫌だ、名前をつけちゃったな。入食じゃないですよ、入れ食い、入れ食いだそうです、太さん。ここは待つことの虚しさの利用法って書いてあるんですけど、はい、どういうイメージがあるんでしょうか。その6度で、今言ったような感じで情動の扱い方を覚えていくという、定型化されたっていうのが後で、付け加えましたら、そういったなったような感情表現を、リズミックにダイナミックに、身につけていこう、展開していこうという、そういうのが6度だったわけですけれども、じゃあ6、その6度を決定どうするのかが7度ですけれども、じゃあ自分がそこね、6度ではある程度こう、主体的にこう、行動を起こして関わっていくようなアプローチをするわけですけれども、それとは違って今度は7度だと街の姿勢に入ったんですよ。街なんだ。6度である程度そうやって自分からこう主体的に関わった仕掛けをやるんだけれど、やったわけだけれども、そう捉えてほしいんですけどね、そういったものを今度はさらに戦略的に使って、仕掛けを仕込んでいって街を測るという、待機の姿勢っていうのを見せていくという感じの度数だっていうふうにね、思っていただければ。じゃあ6度みたいにその生命力循環させるような力ありながら、それ自ら仕掛けるっていうよりも、もう回っちゃってるわけですかね、メリーゴーランドは。回っちゃってて、つまり力がもう充満してて、今度はそれに触れてやってくる人たちを待つって感じ。そうですね。今のはいいですね。メリーゴーランドがそうやって自分で回転させるような運動が、中心よりも回って、いかにそうやって離れながら近いところ、その遠心力を保ちながらこうやって運動するかっていうところがテーマだったわけですけれども、それと違って、じゃあ自分からそういった運動を起こさないようなところがあるよっていうのが特徴ですよね。でもシンプルにハーレムっていうシンボルなわけですけれども、もうね、これイメージするものってね、いわゆるあれな感じですよね。いやらしい言い方しないですけど、タイさんの太陽なんだからとかつって、王様みたいなのがいて、周りにいっぱい女性がいてって感じ、いわゆるそれですよね。でそれがだから、入れ食いっていう見出しをつけましたけれども、そういう感じなんだ、それがだから自分から何かを仕掛け、運動を仕掛けていくっていうよりは、だからその何かを仕込んでおく、そういう仕掛けを仕込んでおくっていうね、それを戦略的にやっていきながら物を待機していくっていう、必要なものを待っているよっていうね、そういう感じの度数だよと
だ非常にだから6度が能動的だったらなどは自動的になってくるんだけれども、はい、でここでだからね私の見出しで待つことの虚しさの利用法って書いたじゃないですか、うん、でそれどういうことかっつったら、うん、やっぱりそうやって自分が受動的な状態にあるっていうことは仕掛けを したままこうね、うん、だハーレムっていうのはそう、ね、このシンボル自体からだとその北原さんが今絵で描かれたようなねあれな感じっていうのでなんかうはうはな感じがするかもしれないですけど、うん、必ずしもそういうねなんか喜びのようなね楽しそうな感じではないなっていうことを、うん、示したいわけですよ、うん、私は、うん、でキーノートにありますけれども、うん、醸造的な特質の予測のつかない変化や欲求へのたとえ求められていても宿命的な地球属という、うん、もうだから、はい、いわばあの仕掛けを自分で仕込んでおいて待たざるを得ないような状況になっていくというね捉えた方がいいんですよ、はい、この度数は、その役割を与えられちゃってる、そう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 、ね、すごくねもう何度も繰り返しってそういう言い方しないでってまた叱られちゃうかもしれないけれども、そのウハウハなイメージというよりは非常に孤独な王様ですよこれ、松村さんの説明ちょっと違ってたんだけど言っちゃっていい？どうぞ。あのその王様とその周りにいる女たちは実は対等であって共依存の関係なんだよって言われたんですよ、うん、どっちが上でも下でもなく、うん、その共依存の関係性の中に縛られる意味でハーレム あの力強さというか特徴があるというふうに聞いてたんですね、うんうん、でも鈴木さんの場合だとそこに宿命的な従属、うん、というか仕掛けがあるんだよねその、うん、あの共依存的な関係というのはものすごく閉じているわけだけれども、うんうん、それをスタティックに見るんじゃなくて、うんうん、その中にその関、うんうん、スタティックな関係の中に非常にこうね、うん、孤独感とかさ寂しさというかさ、うん、やむにやまれないような宿命というかな、うんね、そういったところ あの、うん、物悲しさっていうのがあって、うん、で私の人を見出しにね、うん、入れ食いと書きながら、うん、あの待つことの虚しさの利用法って書きましたけれども、うん、そういう状況にならざるを得ないっていうところで、うん、じゃあ待機する非常に何が来るのかわからないようなところで、うん、その間はどうやってその時間活用したらいいのか、うん、利用法って言ったらこう、ね、それをどう使うかってことですよね。今一生懸命ね、あの先ほどの大さんが話してくれたことに引きつけて話そうとしてるんですけど、仕事がだからどういうところから来てもじゃあ受けられるっていう姿勢があるんだとしたら、それはまさにね、そういったような待機の姿勢っていうのを持っていなければできないわけだって、それはあのね、売れっ子、これこそ申し訳ないんだけど、で売れっ子デザイナーでこうね引く手余手でクライアントがどん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 マスターが接客バラないとかいうのでもないんだとしたら、それこそじゃあ自分がね柔軟な姿勢っていうのを保ちながら待ちを構えてるっていうようなね、それをでも決してだからその、うん、悲しいばっかりではなく、それに至るような、うん、あの仕込みっていうような仕掛けっていうのを自分の中でやっぱ戦略的に作っていくっていうことができるような度数でもあるなという。視野を入れてないというよりもね、なんか自分でその仕事の内容を選ばざるを得ないような姿勢というかスタイルに大さんがわざわざ自ら作り上げていっちゃってるような感じもちょっとするんですけど、だってあんまり意識的な営業とかしてないじゃないですか、割合で、うん、そうですね、うん、多分最初に仕事をするにあたって、うん、はすごい固くなってしまったことをあんまり変えてないんだ、うん、ああ、そう、始めた時の、うん、なんか、うん、リーリーってしかやっていないんですけど、うん、ああ、はい、じゃあ、どっか所属したことがないんだ、うん、なんで、会社のネームを使って金額を広げるとかってことも、うん、できなかったので、はい、すぐ捨てられるか、長く生きるかどっちかしかないって思った時に、うん、すぐ捨てられないための方法として、うんうんうん、自分はこうですってことをまず最初にお伝えする、うん、ああ、相手にね、うん、で それでも やれる人は絶対仕事、うん、それが一回かもしれない、うん、っていうことを割と考えていて、うん、ただもちろん年月が過ぎていく中で柔軟にならざるを得ない部分もあるので、うん、そういうところは、うん、理解をしたり、トライアルとしてはしていました、うん、
でもなんかその、これを、ドキュメント自分だって読んだ時に大爆笑しちゃったんですけど、なんでなんで僕は堂々じゃないなってすごい思ったあやっぱり7だったっていう、うん、なんか自分から行かないのもこういう仕事をしてるだけで自分から行くことは結構なんて言うんでしょうね、なんか嘘っぽいんですよ。結局こんなことできますっていうことを言っちゃうことほど自分ができてないことをアピールしてる感じが多いと思ってしまう。それはビジネスマン的にはアウトな方法論なんですけど、クリエイターとしてはすごい真っ当なやり方なんだ。なぜかというと、仕事というものをクリエーションという目線でやるという場合においては、他の人がそれを判断、評価しないといけないので、個人には絶対判断ができないし、評価されるべきものではないというふうに、個人的にはちょっと考えています。そのあたりで、そう、町の姿勢にならざるを得ないというか、なってしまったのかなとは思います。今初期の段階においてはそれはできないので、もちろん活動的にノックをするんですけど、ノックをして仕事になるとかしかないんだ。ノックをすることで広がった世界観の中で出会った人が振り向いてくれるってことはもちろんあるんですけど、自分がノックした先の仕事をしたことはほぼないですね。なんかクリエイターってさ、やってるうち PR っていうかノックすることばっかりに気がいくって言っちゃう人っているじゃないですか。そうですね。でも多分タイさんはそこの軸があってか、まあ、いい意味で街っていうのが出ちゃってるのかな。うん、でも多分悪い意味の街もどっちもあるんだろうなとすごく思いますね。で東京とかだとやっぱりそういう軽やかにやれる人の方が絶対言ってるもんね。うん、受けると思うし、まあ、そうあるべきだとは思いますしね、なんかそしてビジネスなので、お金をいただいてやるという感じで言えば、でも私個展見てみた一方堂のパッケージもそうだし、はい、あとなんだっけ、どっかのさ雑誌の表紙やってましたよね、はい、シリーズ、はい、だからやっぱりあれは街の姿勢で得たいい仕事だなって思ってますけど、そうですね、でなんか6年ぐらい越しとかに電話が来るとか結構あるんですよ。6年って思うとちょっともう顔も一瞬さだけじゃない瞬間とかになるんですけど、でもああそっか、あの時の人やって思われることも結構ありますね。6度の仕掛けが全然ないわけじゃないけど、それをあえて打ち出さないというふうなことになるのかな、7度も。そうですね。なんかもともとそうやってやる仕掛けっぽくやらないといけないと思って、多分最初に捨てられない、多分どういうふうに思ったと思うんですけど、だからといって仕掛けを的に自分にアピールするってことは一切多分してないと思います。そういうの恥ずかしいというか、仕込みながらもその仕掛けや種明かししないようにして見せないようにして待っているっていう感じですね。足は出さないと動かない、その戦略を作っているみたいな、うん、相手が自分にもう合わないと、あ相手みたいな、そのさっきから話を聞いてても、うん、ファーレムで待ってる職質さん側のプロっていうのはすごくその、うん、こなれているな。そういう視点もあるからね。なるほど。なんかやっぱり王様が会いに行き過ぎても、うん、もう側室の方が会いに来てくれって言い過ぎてもダメで、うん、そこのなんか押しすぎず押さえすぎずっていうところのバランスがすごくお上手なんだなと思いました。なるほどね。それやろ。私さ、タイさんがね、うん、最初来てくれた時、正直言うとさ、私男性にちょっと緊張感あるんですよ。全然意識しなくてすっごい盛り上がったの、ね、で最初は金星が蟹座だからだろうなと思ってたんですよ。おもてなしにやってるのかなと思ったけど、多分扱い方がうまいんだろうなって今思いましたね、聞いてて。多分でも、サビアンさんとお会いした時は、かなりサビアンさんの空気感が僕にとって日本もそれ良かった。そうなんだ、なんかそれチャートかなチャートって言ったら、うん、あとやっぱり手慣れてるって言ったら言い方あれだけど、なんかそのこっちの方からアクションをかければそれに対して答えるみたいなとこで、なんだろうな、タイさんが排除してるものもありますよね、自分にとって必要な人、はい、必要でない人みたいな。結構そうですね、ここ乗り越えてきたら自分も動くけれどもみたいな境界線みたいなのが見えるんだけど、どうなんでしょう。そ
それは結構あると思います、うん、なんか逆に自分の方が積もられる率の方がすごく高いので、うん、それは全く自分とは違うイメージになってるんですね、うん、あるんだ競争的には場合はめちゃくちゃ多いんですけど、うん、それに対してこうなんかちょっと悲劇してるというか、うん、またなんかそういうのが生まれてるっていうことをもういちいち確認するのがめんどくさいので、そういう風になんかこう持ってきたりとか、そういう風な視点の人とかには、なかなか自分も拒絶してるみたいな、多分見てないし、見えてない感じですかね。強襲的な人ってどんな感じの人ですか？あそういう風に来る人ってことか、はい、と何を求めてるんだろう。どうなんですかね。例えば、うん、こういう仕事をしているときによくあるパターンのことは、うん、ああいう仕事されている人ですよね、うん、っていう感じで、うん、その仕事を起点に僕とかではなくて、うん、そういうレベルのことをやっていく人なので、うん、なんか近づきになり、うん、なりたいかな、そっか、姿がすごく見てしまう人とかは、うん、もう個人的にちょっと全然話ができなくなるので、うん、はい、みたいな感じで、なるほどね、はい、だから多分ね、すごい受動的って言ってるけれども、排除するためにわざわざ自分で枠組み作っちゃってるって感じもありますよね、ここが、うん、でも、このキーノートで書かれてる予測のつかない変化や欲求へのっていうのはどういうことだから、うんうん、宿命的な従属っていうのは、うん、キーノートをそのまんま訳しちゃいましたけれども、はいはい、まあそれを鵜呑みにするというかドグマにして言うわけではないですけれども、うん、やっぱり自分で規定する部分よりはそういうふうにならざるを得ない部分があるのかなっていうのは強く私は思うわけで、うん、でもだからね、うん、なんで私がその刺激的な入れ食いっていう見出しつけたのかって、そういうところで選択的に動ける要素があるからですよ、もちろん行ける時もあるよってこと、というか、なんかそれができる状態に一応お膳立て整っているんだけれども、うん、そこで待ちの姿勢っていうのは基本的に示さざるを得ないでしょう、はい、というかで待つことでものすごく虚しさとかね、うん、全然こうひでってしまうような乾いてしまうような感じっていうのもおのずとそこで生じてくるだろうし、うん、でそれをどうやって扱うかっていうところもテーマになってくるんだろうなっていうところでさ、こんな風に思いますよ。じゃあ、まあ、仕事論的な話ばっかりしてても気がない気がするんですが、シンボリックな意味としてね捉えた時にはそういうことかなと、うん、ちょっと具体性に引き寄せながら話してみましたけど、うん、いかがですかね、うん、そしたらここパーソナリティで見たのが分かるかな、なんか今ので十分分かっちゃってる今のね、しますけどね、ケーススタディとしてね、うん、でもさ、そしたらハーレム的なさ女の子からモテるとかそういうのはないの、うん、あるよね、ないですよ、嘘、うん、ある気がしたんだけどな、なんか個人的な関心で話してたから、いやいや、そんなじゃないですよ、ずっと、いや奥様もいらっしゃいますし、そういうことではないんですけれどもとかつって、だからその扱いがうまければそういうの心地いいと思った人は来るでしょうかねって思ったんですけどね。お客さんとかでどうだったんですか？お客さんね、ハーレム女性はいたけれども、やっぱり人付きのする方すごく多いですよ、うん、てか私が牛だから乙女に反応してるのかもしれないけれど、うんうん、じゃあここパーソナリティで見ます、井上陽水がおりますがどうですか、同じ誕生日って分かってました？井上陽水ですか、ね、うん、知ってました、知ってて、で似てると思ってた、その中で、いや全然井上陽水のことはまずあまり知らないですけど、知らないし、中島智子事件で、中島智子事件そうだね、不倫してたってお話だよね、中島智子と、そうですね、ってことはさ、お誕生日すごい近いってことでしょ、ですよね、あの中島智子何度だっけ、もう忘れちゃったえ4度、3度、3度と7度だったらさ4日違いがそれぐらいですよね、同じ年の人ちょっと聞いてみる、みんな井上陽水でも大体知ってますよね、うん、歌のあのあれとかちゃんとあったんだっけ、井上陽水そうだよね、ちゃんとは、うん、ちゃんと出せって言われたっけ、ちゃんとはないですね、ないんですか、歌聞く必要ないか、井上陽水だんだんこんな感じかなって分かってる、でもハーレムって感じはちょっとしますよね、イメージとしても、うん、うまそうですよね、押しすぎず、なるほどね、
あ、そこそこ、その、まあ、私ちょっとテキストに書きましたけども、うん、その辺のバランスというのがね、うまい具合にその歌の色気っていうのが出てるのかなって気がしますよ、うん、そうじゃなきゃなかなかああいうこういう歌って歌えないんじゃないかなと思いますしね、うん、あんまり色っぽく歌えてもダメだもんね。いや相当ベタベタに言ってる気がしますけど、私この人どうじゃないだと思ってたんですけどね。本当、うん、実は乙女だった、うん、入ってんだっけ曲が。一回ちらっと聴いてみる。なんか声に色気はあるかなと思うんだけど、大さんカラオケで色気をするたらいいんじゃないもう中断状態じゃん。これ何の曲だっけ。あなたは落とせつってやつ。私落とせつです。まあ不倫の歌ですよ。ちょいと聴いてみますか。でも不倫結構してるみたいだよね、お話聞くとね。ボリュームってどこどこで大きくすればいいのかな、これ。あの、もともとマシン絞っちゃった。マシン絞っちゃった。これか。うん、この人割と不倫の話が多かったりする。色っぽいなって感じますよね。色っぽいよね。逆に危険だなと思うよ、こんな歌が。実際なんかちょっと実験してみたらどうかな。井上陽水までできるかどうか、大さん自身は何気にねとかつって。あとはどうでしょう、他にありますか。松本潤なんかもここですよね。松潤ルルさんとか若いからご存知でしょ。本当に関心あんましない。こんなあんまりないなんてこと思うみたいな。身も蓋ラビーさんはどう、松潤のところだったり。私ちょっと話違っちゃうかもしれない。面白いなって思ったのが、大島由美子が一人で、はいはい、私のさっき言ってたね、私の付き合いしてる人で、ラップバンドやってるんですけど、すごいそういう女の子みたいなのが好きなんですよ。一生懸命声で、さっき出てきた谷山陽子の歌とかも好きで、この辺が好きなのかな。女の子が好きなのが好きっぽいのが、うん、松潤もそうだよね。なんか女性的ですよね、男性性というよりもね、当時は。私この辺り顔分からなくて、吉沢優っていうの、うん、吉沢優っていう人とか松本潤っていう人の画像検索したらすごい乙女チックだよね、顔出しとかが。女の子っつっても分かんないのに、どこで何なんだろうな。やっぱり街とか受動的なんだろうねと思いましたけどね。それこそジャニーズもこういうようなかっこいい男の子っぽく動いてください、うん、それが売り物ですから、うんうんうん、特に松潤とかもドラマでそういう役ありましたけど、なんか多くだっけ。あ、違うか、うん、花より花より団子だとまさにハーレムだと、うん、あー、松潤が女の子がこう、ここで私に迫ってほしいみたいなタイミングでちゃんとなんか君が素敵だよって言って迫っていってあげるとか、なんかそういう濃いイメージはあります。入れ食いですね。そうそう、逆だよね。逆が堀北真希ですね。堀北真希が主人公で、そこに男の子たちが群がってくるかな。そうなんだ。あ、そうなんだ。その係の君たち、君たちが好きだったの。井上真央。井上真央の方だ。あ、じゃあ花より男子は男子がめっちゃモテてるやつなの。松本潤と順番。勘違いしてる。女子が中心でやってことか。ああ、それっぽいっちゃそれっぽい。東島由美子はここだったんだね。でもなんかすごいピュアで純粋なもの書いてるけど、ハーレムをじゃあ字面通りに取っちゃダメってことですね。入れ食い状態で、まあ入れ食いなんだけれども、入れ食いあるんですよね。なんでくどいキーノートってやるって言ったのが、うん、いいんですか。
いやくどいんですもんこれが、うん、そのねあのカッコつきでね例え求められていてもなっていうか原文そのまんまに訳してみたんですけど、ね、そうそうあの非常にねくどいですよ、ね、なるほどね。じゃあ次は8度いっちゃって大丈夫か。よいしょ。納得いきました。第3的には8度は入れ食いっていう表現ですか。あ表現だ。なったらいいなみたいな、うん、